ニップコーブディスク、パウル・ユリウス・ゴットリープ・ニップコーは、ドイツの技術者で発明家、ポンメルンのラウエンブルク生まれ、ベルリンにて死去。民族的には、スラブ系少数民族の歌集部人、西プロイセンのノイッシュタットで学んでいた頃、ニップコーは電話と画像転送の実験を行った。卒業後、さらに科学を学ぶためベルリンに移住。ヘルマン・フォン・ヘルムホルツから、 生理工学をアドルフ・ズラビーから生理工学や電気物理学を学んだ。まだ学生の頃、彼はニップ工円盤を発明した。これは円盤に渦巻き状に穴を開けたもので、それによって画像を点の連なりに分解することができる。これを彼は1883年のクリスマスイブに自宅でオイルランプの明かりの下で思いついた。すでに1840年代に アレクサンダー・ベインが画像転送を実現していたが、ニップ公演版はその不合化過程を改善した。彼はベルリンの特許事務所にその特許を申請した。特許の請求範囲は電気機器に関するもので発光オブジェクトの電気的複製のための電気望遠鏡と名付けた。申請は1885年1月15日に受理され、 1884年1月6日に遡って効力を持つこととなった。彼が実際にニップ円盤を作ったかどうかは不明であり、全く作らなかったという説もある。この特許は特に誰の興味も引かず、15年後に失効した。ニップはベルリンブークロウの研究所で設計の仕事を得ており、画像の放送の研究からは遠遠くなった。 最初のテレビ放送は、ニップコー演版の手法を活用した工学機械式、画像操作法を使用したため、ニップ公は発明についてある程度の功績を主張できた。1928年、ニップコは、ベルリンのラジオ番組で初めてテレビ放送実験を見た時のことを次のように語った。テレビジョンは暗い部屋に立っていた。数百人がその時をじっと待っていた。 私はその中で待ちながら徐々にそわそわしていった。もうすぐ私が45年前に何を考案したかが明らかになるだろう。最終的に私は最前列に出た。暗幕が取り払われ、完全になんだかわからないちらつく画像が見えた。この時のデモンストレーションを行ったのは、ベアードテレビジョンカンパニーであった。世界で初めて日布公園を使った実験を成功させたのは、 ジョン・ロジー・ベアードであり、1925年10月、彼の実験室でのことであった。1930年代に、フィロファー・アンズワースの研究に基づいた、電子式画像操作法が使われるようになり、ウラジュミール・ツ・ボルキンがアイコノスコープを発明した。それに伴って、電子式が主流となり、ニップ公演版の利用は減っていった。ナチスドイツはテレビが、 ドイツの発明であることを宣伝に利用し、1935年にドイツ最初のテレビ局となるパウルニップコーテレビ局を開局、帝国放送協議会のテレビジョン協議会の名誉会長に据えた。ありがとうございます。